高級ファッションブランドと高級アクセサリーといえば、グッチの名を忘れることはできません。刻一刻と変化するファッション市場において、創業から長い年月が経っているにもかかわらず、グッチは高級ファッション業界の象徴的な存在になることに成功しました。グッチを知らない人は、もはやどこにもいないと言えるでしょう。ただし、これから私たちがお伝えする15の秘密を除いては、ですけどね。グッチは人生の転機である。グッチといえば、普通の人はラグジュアリーの話をする方が多いでしょうが、このブランドを本当に愛している人は、創業者、グッチオ・グッチの大きな夢と壮大な人生の転機について語るでしょう。グッチオ・グッチは、イタリアの革職人の息子で、貧しさに不満を抱えてはいましたが、自分の人生を変えるだけでなく、ファッション業界を変える決断をします。彼は、フィレンツェに渡り、文化の多様性を体験し、革素材について学び、自身のブランドを開発したのです。次第に彼はレザーデザインの歴史に名を残すようになったのです。ファッションは常に変化していくものであるため、若い人のための産業だと思われている中、グッチオ・グッチは40歳の時にフィレンツェでグッチブランドを立ち上げることに成功したのです。若い頃、彼はイギリスの高級ホテルで働き、そこからデザインのインスピレーションを得たことは有名です。グッチは独立したブランドではない。グッチは独立したブランドではなく、実はフランスの会社が所有するグッチグループに属しているブランドです。この会社には、ボッテガ・ベスタ、セルジオ・ロッシ、イヴ・サン・ローラン、アレキサンダー・マックイーン、ステラ・マッカートニーなど、他にも多くの高級ブランドが存在します。グッチのローファーは、60年以上の歴史を持つ。2013年3月、グッチの看板でもあるビットローファーは、60周年を迎えました。エルメスと同様、グッチの最初の顧客のほとんどは貴族でした。当時、彼らは皆、乗馬が教養の一つであり、おしゃれな乗馬服に需要がありました。そのため、当時実際に乗馬に使用されていたローファーを今でも見ること。グッチの現在の花柄のシルクスカーフは、もともと女優のグレース・ケリーのために特別に作られました。現在、グッチの代表的な花柄のシルクスカーフは、もともと1965年にローマを訪れたグレース・ケリーのために特別に作られたものです。その際、グッチ創業者の息子がグレース・ケリーの訪問を記念して、特別なシルクスカーフをプレゼントしました。2015年、シルクスカーフは再びグッチのコレクションに登場し、他の多くのセレブたちが身にまとうようになりました。グレース・ケリーの他にも、グッチは非常に多くのファンに支えられており、元アメリカ大統領夫人のジャッキー・ケネディ・オナシスもそのうちの一人でした。ジャッキー・ケネディ・オナシスは、50年代のクラシカルなショルダーバッグを愛用していることで知られています。また、何度もその姿を目撃されているのです。このイメージは、60年代にはそのグッチのバッグをジャッキー・オーと呼ばれるほどに浸透しています。グッチ史上最高額アイテムはベルト。グッチがこれまでに販売した最も高価なアイテムは、プラチナやダイヤモンドを散りばめたベルトです。1本のベルトで最高$256,970です。2番目に高価なアイテムは、ジャッキーの代表的なワニ革のバッグで4万ドル弱です。トム・フォードがグッチでアートディレクターを務めた。アメリカの有名デザイナートム・フォードは1994年にグッチのアートディレクターに就任し、2005年までその職を務めました。自身のキャリアをスタートさせるまでの11年間を過ごしたのです。特徴的なデザインを生み出すだけでなく、市場にあふれる模倣品や社内のスキャンダルからグッチの評判を回復させたのもトム・フォードと言われています。グッチの現在のクリエイティブディレクターはアレッサンドロ・ミケーレ。このこと自体は驚くような事実ではありませんが、グッチというブランドにとって非常に重要なことであります。2015年1月にアレッサンドロ・ミケーレが就任すると、その初年度に 12% の収益増を達成しました。さらに2016年、2017年と2年連続でグッチをミラノファッションウィークのシンボルに成し遂げたのです。アレッサンドロ・ミケーレは鮮やかなドレスやヒッピー風のトップス、花柄のパンツなど非常に個性的なファッションセンスでよく知られています。彼はかつてトム・フォードの下で働いていました。高級アクセサリーデザイナーであるフェンディでのキャリアを終えた後、グッチでの最初の仕事はわずか5日間でメンズの秋コレクションをデザインすることだったと話しています。誰もが不可能だと思っていた中、彼はそれを成し遂げ、現在のグッチの重要な存在となったのです。グッチのバンブーバッグは戦時中に生まれた。最も突飛で面白いデザインは、困難な状況下だからこそ生まれることが多いのです。第二次世界大戦と1940年代にイタリアで起こったレザー不足の影響により、グッチは麻、リネン、竹、サトウキビなど他の素材を使ったもの作りを模索していました。1947年、グッチのアーティストが竹から切り出したハンドルを持つサドルのような形のバッグを制作しました。それから数年後、このバッグはグッチの歴史の中で最も人気が高く、グッチを代表する製品となっています。シグネチャーローファーはフィレンツェで手作業で作られている。
赤いラ・ブーテの靴を除いて、おそらく世界で最も有名な靴、そしてグッチの最も有名な製品はローファーです。この靴について聞かれると、人々はすぐグッチというブランドを思い浮かべることができるでしょう。この靴は1932年に最初に生産されて以来、さまざまな色、素材、男女両方のデザインで多様化しました。ローファーの一足一足はフィレンツェの工房で職人によって作られています。そして製作時には全員がブラウスを着用することが義務付けられているのです。グッチのローファーは美術館に展示されるほどの美しさ。グッチのローファーはニューヨークのメトロポリタン美術館に展示されているほど有名で伝説的なものです。ここでは1984年にバーバラとグレゴリー・レイノルズ夫妻から寄贈された初期の名作である黒のメンズローファーが展示されています。また2011年、グッチはイタリアのフィレンツェに1715平方メートルの博物館をオープンし、現在に至るまでの90年にわたるグッチの歴史を展示しています。1953年、ニューヨークにグッチ1号店がオープン。1953年、ニューヨークにオープンしたグッチ1号店は、イタリアの高級ファッションとして初めて米国に出店した店でもあります。しかし、悲しいことに、1953年は創業者グッチオ・グッチが亡くなり、4人の息子に世代交代した時期でもありました。現在に至るまで、彼らの経営のもと、グッチは世界中で550以上の店舗を展開しています。グッチは世界で最も価値のあるブランドとして44位にランクイン。フォーブス誌は毎年世界で最も価値のあるブランド100を発表しています。120億ドルの価値を持つグッチはスターバックスと一つ差の44位を獲得しています。上位にはアップル、グーグル、マイクロソフトなどのハイテク企業やコカ・コーラなどがランクインしています。高級ブランドの最高位は14位の BMW、 高級ファッションブランドでの最高位は19位のルイ・ヴィトンです。その評価額は273億ドルにもなります。グッチの独特なコラボレーション。グッチはそのイメージを似たような高級品と組み合わせるのではなく、時折他のニッチな分野との組み合わせで世界を驚かせてきました。例えばグッチの SW16 コレクションはタートルネックセーターとニット T シャツを着たスヌーピーとのコラボでした。ストリートグラフィティアーティストとコラボし、ミニスカートやクロスボディバッグなどを展開したこともあります。最も顕著なのは1970年代で、グッチはキャデラックセビルとのコラボの中、シグネチャーの赤と青のストライプのパントーンを発表したりしました。グッチは2005年以来ユニセフのパートナー。社会的、倫理的なインフラを促進するため、グッチはユニセフと提携し、利益の 1% を世界中の保険、教育、給水、HIV 予防、治療などに寄付しています。2008年、スーパースターのリアーナがアンブレラをヒットさせ、音楽チャートを席巻したのを機に、グッチはこのバルバドス歌手と提携し、 25% のチャリティーファッションキャンペーンを企画し、その収益を寄付に充てました。1981年、フィレンツェでグッチ初のランウェイショーを開催。グッチ初のランウェイショーは1981年にフィレンツェで開催されました。そして2017年春、グッチはイギリス・ロンドンのウェストミンスターで再びランウェイショーを開催しました。ファッションブランドが修道院の神聖なホールでショーを開催するのは初めてのことです。ここは2011年にウィリアム王子とケイト・ミドルトンの結婚式が行われた場所でもあります。今回の動画はここまでです。もしあなたが他にも秘密を知っていたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。